皆さんお久しぶりです。ゆっくり霊夢ちゃんだよ。マリサお姉さんだぜ。あわてんぼうのヨウムちゃんだよ。ずいぶん久しぶりの投稿になっちゃってすいません。また投稿再開していきますので、よろしくお願いします。復帰最初のコースは、マントを使ったコースだね。マントマリオでスピンで飛んだ時の動きを利用して進んでいくコースだね。トゲとかに当たっちゃうと、マントが使えなくなってしまうから、気をつけるんだぜ。なんて言ってるそばからダメージを食らっていく、相変わらず進歩のない霊夢なのであった。おしまい。いやいや、勝手に終わらせないでよ。情報収集だけでもしていくよ。わかったのは、やっぱり、マントがないとダメみたいっていうことだけだったな。このスタート地点、少し後ろに下がらないと助走距離が足りないのは制作者さんの罠かな。一回ふわーってホバリングした後なら、トゲに当たっちゃっても無敵時間でゴリ押しもできるんだね。一応スピランって書いてあったから、本当はゴリ押ししないでスムーズに行きたいところなんだけどな。よしよし、今度は当たらないで進んでこれたよ。焦るとミスしちゃいそうだからゆっくりと降りていきます。ここも、マントスピンジャンプで一気に越えられるんだぜ。その後は邪魔な亀を抹殺していきます。亀のスープは、治療競争にいいみたいだよ。それは、ノコノコじゃなくて、スッポンのスープな。残り時間がかなり短くなっちゃったけど、これ間に合うのかな？残り時間1秒、かなりギリギリだったな。新しいマントスピランコースもあるみたいだから、皆さんぜひやってみてくださいね。さて、お次もマリオワールドスキンのマントを使ったコースで遊んでいくよ。こうやってスピンで飛んだのを利用していくのは、さっきのコースと似た感じみたいだな。確かに似てるけど、クリア率も 10% 近くあったしこっちの方がだいぶ簡単かな。残り時間いっぱいあって焦ることないから、マントマリオの動きの練習をするにはちょうどいい感じになってるね。矢印に沿って降りていけば、もうゴールなんだぜ。霊夢、このコースはどうだった？見た感じスピランっぽくて、実は簡単なんだけど上級者っぽい動きを楽しめるいいコースだったよ。では、今日はもう一つ遊んでいきます。演奏と全自動、どっちも好きです。編集が楽だからね。だからなんでヨウムはいつも余計なこと言うんだ？これはどっちがどっちなんだろう？扉の先は全自動っぽいな。じゃあ演奏から行ってみようか。ハーシルーマーチを見下ろしいて。歩いて帰ろう、だったっけ？誰の歌だか忘れちゃった。シチューのコマーシャルだったっていうのだけ覚えてるけどな。では、次は全自動の方をやってみますね。まずはネットで薄い投資を紫外線ことドッスンから守ってあげます。その後は全自動でおなじみのダメで弾かれてからの、ノコノコ虐殺事件。久しぶり登場七光を何もなかったかのように踏みつけていきましょう。その後は青ドクロに乗ってジェットコースターを楽しみましょう。少し気分が悪くなった方は、ゆったりと動く乗り物もあるので一休みでもいかがですか？あ、私ペヤング大盛りで、私は、ペヨンズでお願いするんだぜ。一休みでカップ焼きそば食べるのなんて、あんたたちくらいだよ。と、ヨウムのツッコミでドクロリフトから突き落とされましたら、こんなアトラクションは富士急ハイランドにもないぞ。ネットの上に立って遊園地の中をこれでもかと飛び回る。さてさて、その後はちょっと休憩を入れましょう。子供のお供で疲れてしまったお父さんが一休みしてるみたいな感じだね。その時どこからともなく砲弾の音が聞こえてきたんだぜ。ジャックスパローも真っ青な弾丸の雨をかいくぐった青メット帽子の位置には、ワンピースを目指して新世界をさらに進んでいくのであった。ここでいきなりの主人公補正が入って無敵状態に、これで非道、卑怯、悪役たちはなすすべもなくただ主人公の反則技の前に倒れていくのに。戦いが終わってみれば、そこには何もない世界が広がるのみであった。
孤独に耐えきれなくなったマリオは青ドクロに乗って別世界を目指す。果たして今度こそ彼は理想郷にたどり着けるのだろうか。しかしそこで待っていたのは先ほど富士急ハイランドで見たような乗り物、新しい世界の住民を先制攻撃でなぎ倒していく。一体彼らが何をしたというのか、なぜいきなりヒゲ親父にやられないといけないのか。もう、みんな死んでしまったこの世界で考える必要はないことなのであった。次回、最終回。世界の中心で、愛を叫んだ親父。この次も、サービスサービス。ねえちょっと、久しぶりの実況がこんなのでよかったの。霊夢がどうしてもやりたいって言うから仕方なく付き合ってやっただけなんだぜ。とまあ、こんな感じでこれからもよろしくお願いします。